こんにちは、こんばんは、やすまるです。今日は、ただ単にこの期間限定友情ガチャの進化カーニバル友情ガチャをちょっとやってみようかなと、10連で引こうかなというふうに思うんですけど、目指せ黄金の番人ですよね。目指せ黄金の番人でございます。あの進化で昨夜かな、昨夜他のも足りないんですけど、足りないじゃん、黄金の番人だけですね。黄金の番人が足りなくて進化できないっていうのと、あと誰かいましたね。空風リモ、こっちかな。黄金の番人が足りないと倒せないんですよね。一応クリアはしてあるんですけど、ワンコンして実質ノーコンでプラス落ちコン頼みみたいな感じだったので、ちょっとこの進化カーニバル友情ガチャにちょっと力を借りてですね、黄金の番人を引いちゃいたいと思います。結構出るとは聞くんですけどね。黄金の番人星7や火の宝玉、古代の壁神面などの進化用モンスターだけが手に入る期間限定の友情ガチャと、1回500ポイント10回回せます。10連です。いきます。さて出るのでしょうか。下げてね、下げます、お願いします。シュイーンシュイーン、下げる。金からあと何個出るかですよね。お最後怒涛の金、ダブミスリット、はい、仮面、はい、どうぞ。何それ、宝玉やったー。これは嬉しい。なんで深海モンスターでドゥートゥルーなのかなと思ったら、火の宝玉、これは貯めなければ友情ポイントを。火の宝玉でこの中で進化で使う人っているんですかね。いなさそう。でも火の宝玉、覚醒ヘラウルズアゲアゲ、そっか、ここら辺か。でも嬉しい、宝玉当たったの嬉しい。あとカーリーですね。カーリーを虹の番人ゲットして、この豪華かな、豪華の夢神カーリーにしたいんですけど、してしまったらコストが10上がっちゃうので、まさかの今使ってるパーティーの中で入らないのが一つあるので、あとコスト2上がってから進化させようかなと思っています。でも宝玉が出たのはすっごい嬉しい。しかも火の宝玉が出やすいかどうか分からないんですけど、火の宝玉や黄金の番人が出るというので、火の宝玉が出たということで、あとは溜まった時にちょこちょこ引いて、でも連続で引いた方が出やすいのかな、金が。黄金の番人を取りたいと思います。動画すごい短いと思うんですが、宝玉が出たということで、すごく自分にとってはいい収穫でした。では最後までご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をすると最新動画が見つかりやすくなりますので、パソコンの方は右上のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットの方は下の登録ボタンから登録お願いします。ではでは次の動画でお会いしましょう。